アグレミーナ浜松は、日本の静岡県浜松市をホームタウンとする、日本フットサルリーグに加盟する、フットサルクラブ。1996年、岩田市田原地区は本拠として、元 J リーガーらが中心となって、現在のクラブ母体を設立し、2002年より田原フットサルクラブとして活動。2011年までは、東海地域リーグ一部にて活動していた。 2012年1月、運営会社として、アンギラ浜松株式会社を設立して、浜松市に移転。アングン屋は、うなぎという意味である。チーム名称を公募し、当時小学5年生の少年が応募した、アグレミーナ浜松に決定。F リーグ巡回員となり、2013から14、シーズンからの加入を目指していた。アグレミーナはスペイン語の、アグレシボ、を、 ミーナの産後を足してできた造語である。2015年12月1日にアンギラ浜松株式会社から株式会社グリエ、称号変更。2019年4月に運営法人として一般社団法人アグレミーナが設立された。巡回員決定から1ヶ月後の同年2月16日にフリーグ正式加盟が決定。 これにより2012から13シーズンの F リーグより参加することとなった。これは、これまで参加していたステラミーゴ岩手花巻が予算難のため2011の12シーズンで撤退になったことと、アグレミーナ浜松の本拠地となる浜松アリーナがリーグ規定のキャパシティやコートサイズを満たしていることなどの F リーグ制会員の ための条件を満たしているためで、巡回インリーグを戦わず、目標より1年繰り上げでの F リーグ昇格となった。2012年、攻撃のようとして、元オランダ代表のオーマーにイージャーあり、守備のようとして、ステラミーゴ岩手花巻から中島良太を補強、元 J リーガーの山本博正、笠井健太も加入した。しかし、東海リーグ一部注意のチームを基盤にしたこともあり、 たチームとの戦力差は明らかとなる。2012から13シーズン開幕前にマリオフットサルスクールのコーチを務めていたブラジル人のゼゴことアントニオ・ジョゼ・アゼベドを監督に起用しようとしたが交渉が決裂。急遽前田健一が監督を続投することとなった。2012年10月の中断期間中に再び同様の交渉を行ったがまたも決裂。 あとに2012から13シーズン内はそのままの体制で戦い抜くことを発表した。2013年4月に小野直樹が新監督に就任。前監督の前田はコーチとして引き続き在籍する。前年度の攻撃の要であったオマー・ニージャーリがシーズンオフに退団しさらなる得点力不足が懸念されたが、湘南ベルマーレフットサルクラブからソネダ・重信。 ASV ペスカドーラ町田から三輪の州やらを補強、また、怪我で一次元役を退いていた元湘南ベルマーレの FW 松浦優部も加入した。しかし成績は振るわず、小野も第16節の府中戦を最後に前期途中で辞任。公認の監督は前監督の前田コーチが代行で、務め、同年11月に安田健次郎が新監督となる。後期は、 デウゾン神戸より、元日本代表の江藤正宏、静岡ジブラより、小池良平らを獲得した。2014年、シーズンオフに名古屋オーシャンズより、川原長光、バサジー大板より、中村祐介の日本代表クラス2名と、元日本代表の野島治さらを獲得した。しかし第4節エスポラーダ北海道戦を最後に、安田健次郎が、病気療養を理由に、 シーズン途中で退任。第9節シュライガー大阪戦まで渡辺義郎コーチが監督代行を務める。第10節府中戦よりバルドラール裏安等で監督経験があるカルロス・セザルが監督に就任するも翌月には家族の山を理由にスペインへ緊急帰国。第13節湘南戦より再び渡辺義郎コーチが監督代行を務める。 同年10月に、レディスと U-21 の発足を発表。2016から17シーズン終了後には、名古屋オーシャンズから中村祐介と前生倉内、マティアス・エルナーンを獲得。代々木第育館間で行われた、開幕戦で、バルドラール・ウラヤスに勝利し、F リーグ参入後初めて開幕戦を白星で飾った。2018年1月18日、 F リーグが2018から2019シーズンから2部制を導入するにあたって新設される F リーグディビジョン1へ参加することが決定した。2017、2018シーズンは創設初の8位と一桁順位で終了した。エンブレムの色は、田原フットサルクラブのチームカラーコントオレンジを引き継いだ。縦の異常に、上に、星、クラブ名の下も、ミーナの、 M を配し、下左に、フットサルのボールと道具に、浜松市の首相をデザインした。ユニフォームのホームは、コアウェーは白をベースとする。ありがとうございます。